はいどうも、えー、ビン芸人アベータイルですお願いしますね今日はもう30分なんですけれどもまあ週に2回ぐらいこ上げていったらいいなと思ったので、ま、ちょっとやっていこうかなということでもう興奮を、えー、してますよすごいですね春の新ドラマのえー シグナル。面白いですね。まあ今日はちょっとこの話をね30分に達するぐらいまでしちゃおうかなというところでございます。えー、ラジオもタイトル決めました。えー、アベタ耐ルのファントムバイブレーションシンドロームということで、えー、第2回では、えー、スタートします。お願いします。はい。 はい改めまして、えー、ピンゲに阿部耐えると1人でしで喋って30分ということで、えー、今日のお話はね、えー、ドラマ「シグナル」なんですけどもあれいいですね2回目が放送されましてすごいもう何がすごいかというともうまあ 前回の放送を聞いていただいたというか方にはあの重なるんですけども何かこうトランシーバーが過去から、えー、来てそれで事件が解決するみたいなことなんですけどもちょっと今回第2話でそれだけじゃなかったっていうことがそのもうああこうなっていくのかということが、えー、明らかになってもううわっと。2話もう ちゃんとと面白いとだからよくあるんとかかんとかこう刑事物トリックがあっていろいろやってそれで解決するとかっていうだけじゃなくてもう本当に仕組み的にもうどんどん話が前に進んでいく感じですよね。で一方でこのもう一つの,あのまあなんていうんですかね大まかんというかメインテーマみたいなものが。 えー、一個走ってるので、まあ、そのやつも面白いなということでですね見どころがたくさんあるというか全然単発ものの刑事ドラマじゃないなともう壮大なストーリーだなと、えー、いうことなんで、えーまあ、ぜひ見てくださいということででなんかなんかこのドラマなんか見た感じあるなと思って調べたんです。 あのドラマの制作だったりとかこれカンテレさん制作なんですけどもあの結論から言うともうこれあのクライシスと同じあの方々なんですね多分ねクライシスあの小栗旬さんと西島さんが出てたやつなんですけどもこれすごいんですよあのクライシス見た方いらっしゃるかな考案のお話なんですけどなんて言うんですかねえもうアクションシーンがすごいんですね。 あの小栗さんのと西島さんの,あので小栗さんと西島さんが出るそのアクションシーンがもう大体やっぱもうサビというかドラマのいいとこなんですけど第1話目で新幹線の中でこうやるんですねアクションを。それがもうすごくてでやっぱ見てみるとその監督さんなんかはその新幹線の,そのアクションシーンから撮り始めたというふうなぐらいもこだわってて。 であこれすごいなとあだから似てんだっていうことで思ってでプロデューサーの人たちも2人同じなんですね、あのー、クライシスしかも枠も同じだったんですフジテレビの火曜日9時なんで笠木孝宏さんという方と萩原隆さんという方がプロデューサー入っててあと石田さんという方はホリプロの方であそうなんだというふうに思ってだからこれはもうめちゃくちゃ面白いなと、えー、思ったんですよね。なんかこう あのモズとかあるじ掲示物でやっぱりあの映画映画みたいな感じのタッチなんですよねあもう劇場の映画を見てるようなそのタッチででなんかやっぱりねオープニングの感じとかも似てるんですけど一番やっぱ思ったのが次回予告、うん、次回予告の作り方がクライシスとあの今回の「シグナル」めちゃくちゃ似てるんですよ。 だからあやっぱりそうだったんだなと思ってもうカンテレさんすごいなとさすが r 1もね r 1グランプリも制作されてますしカンテレさんすごいなということで、まあ、シグナルはぜひねあの今回もまだ2話しか終わってないですから全然間に合うんでもう見てほしいですねということで,でこの話をもう誰かにしたいんですけど誰も見てないんですよ周りで。今ドラマってもう皆さんあんま見ないのかもしれないですね。 あ芸人さんの仲間というか芸人さんの周りの方に聞いても見てないって言いますしバイト先の人にも見てないって言うし全然なんですよねだから何なんだろうと思ってやっぱドラマがもう見ない時代なのかなっていうふうに思っちゃったんですよね。っていうふうにまあ5分で <laughs> 5分でもうシグナルの話終わっちゃったんですけどまあでもそれぐらいいいですよね。 でまああのまあ、最近もう気温が安定しないですよね全然なんかもう寒いしあの寒いしなんか毎朝起きたらこうなんか左肩冷えてたりするんですよ僕 <laughs> だからなんかもう寒いと思って暑がりなんでこう薄着で寝ちゃうんです結局朝になって冷えてるっていうことで結構あるんですけどねでまあこの3日間何かあったかなって思ったらあのバイトが僕 コールセンターをやってるんですけどもあのコーールセンターであの名前を検索するんですねお客様の名前を、うん。お客様の名前を検索してでその該当のものがあるかっていうのを見てでそれでそこからお話始まるんですけどで名前を検索する時に例えば田中。 ひろしさんだったら、えー、聞きながら、えー、田中えひろしさんでございますね。みたいな様でございますね。みたいなこう打ちながら言うから、ちょっとこう遅れるんですよね。田中宏さんですね。パンパンパンって打って検索です。あ、出ました。出ました。みたいな感じであのまあの。まあの 名前を一文字だけ変えるんですけどあのそのままの,あの名前出しちゃうと多分変だと思うんで「お、えー、電話ありがとうございます阿部です」みたいな出て、えー、お名前何ですか?」って「あ西岡佳代子です」って、えー「西岡佳代子様でございますね」って言った時にもうちょっとお気づきになった方いらっしゃるかもしれないですけども「西岡隅子だよ」みたいになっちゃって。 本当もう,もう,もうなん意図せぬポテンポテンヒットが出てちょっと一人で笑ったっていう話だったんですけども <laughs> でもそれまあ一、うん、人でくすくすと笑ってたんですけど、まあ、で喉が渇くわけですよバイト先行って喋るから、うん、ずっと喋ってるんでコールセンターっていうのは、うん、であの、まあ、自販機あるんでミルクティー買ってそれでまあなんか。 飲んだんだですけど、まあ、ミルクティーなんか久々に飲むなみたいに思いながらいつも炭酸ばっかり飲むんでまたまには、ね、ミルクティーでも飲むかと思って飲んでたらあの、まあ、結構早めになくなりそうなんですで半分か下ぐらい行った時にババイツアキってこのウォーターサータサあるんですよだから水はいくらでも飲めるんですけど待ってよとこれもう半分ぐらいのミルクティーだけどこれ楽しめるんじゃないって思って。 たんですよあれこのミルクティー楽しめるんじゃないかなって思ってで水を入れればまたミルクティーになるじゃないって思ったんですよだからあこれちょっと我ながらいい案だなと思ってちょっとバーッと水入れていったらもうめちゃくちゃあの泥水なんですよね <laughs> 見た目がデイなんですね泥 <laughs> デイなんですよねだからもうすっげえ飲む気なくなるなーと思ってまあでもこれでもう味は何とかだろうみたいな味さえ良ければいいだろうみたいな見た目よりもみたいなね思ってて飲んだらあの全然ミルクの <laughs> 味がなくなっててもう何だったらさっきのもう残り半分そのまま飲んだ方が良かったわーと思ってめちゃめちゃなんかもう自分の失策にあのもう増えたっていう話なんですよね。<laughs> 最悪でしたよね、ほん、までまあ、普段はもうあのね今日もライブ出てきましてまあ順調に滑りまして何 <laughs> なんですかねこう僕漫談なんでこうあの今日は頑張ろう今日は頑張ろうと思うんですけどなんかこう1個目がポンと駄目だったらもう喋る気がなくなるというかあのサラリーマンの愚痴の漫談やってますから。 ははい、はいもう若い女の子にはもうウケませんよっていう <laughs> ちょっとジメジメした気持ちになるんですよね <laughs> だからもういいわと思ってもうなっちゃう時が結構あるんですよまあ、でもなんとか頑張って頑張って笑ってほしいなと思いながらやったりもするんですけどまあ打てと響かぬのれん <laughs> もうひらりひらりと滑っていく感じもう寂しい寂しいですよねうん。 でまあ、出る時にもあのなんていうんですかね、まあ、ここはこうだったああだったというふうに後で復習ができるように、まあ、ちょくちょくこう自分のを録音するんですよね。 うん、であの音声で,、えー、でこれであここはよかったここはちょっと噛んじゃったなと思ったりするんですけどまあえらいもんで今日の,あの録音の時間、まあ、出番3分なんですけどあのその隣のところから「阿部太いる」っていう風にこう連絡といいますか連絡じゃないなあの隣であの紹介されるんですけどまあその録音ボタンを押して出てから最後、えー、それで僕は袖に帰るまでの合計時間合わせても2分でしたからね。 だ正味ネタ1分50秒でしたすからねからどんだけもう流れてたかともうぐるぐるって書いちゃったんで最後もう逃げたくなりますよねで逃げても誰も怒らないですからこれコンビだとそうはいかないですかね漫才,漫才だとこう最後までやんなきゃいけないですし、えー、あの1人出てるわけじゃないですからまあでもなあダメだったなと思って <laughs> そんなに嫌だったのか俺と思いながらうんやってたんですよ でまあ、そのライブ終わって、あのー、もうちょっと見た目をきっちり持ってせんといかんということでちょっとさっぱりしようと思って髪、あのー、切りに行きましてやっぱりあの僕いつもあそこ行くんですけどもいいですねキュービーハウス、うん、1,000円のカット1,080円なんですけどねでも平日だからやっぱりあれなら多いだろうなと思ったら、ねまあ、案の定もう長蛇ですね、うん、長蛇の列ですね、うん、すごい。 やっぱそこにサラリーマンの人ばっかりですねほぼねこの実家の7時8時夜7時8時だったんですけどね水曜日のあの水曜日定時というか早帰りの日大体いい多かったりしますからで僕もやっぱりそのねサラリーマンの時の髪切るタイミングがなかなかなかったりしたんでねああいうなんかパパッと切れるようなところがあったら、ね、いいですよねうんそうなんですよでもまあ そこで切ってるそのサラリーマンの3発の人がめちゃくちゃ髪長かったりするとこれ何でなんだろうと思ったりしますよね <laughs> すげえ論議の人がいると「何の切ればいいのにな」と思って。逆にもう あれなのかもしれないですね。料理人が家では料理作らないみたいな感じなのかもしれないですね。もう人の髪切りすぎてもう自分の髪はもういいみたいな。なんか食用、ある種の逆食用病みたいななったのかもしれないですね。あだからそうだなと思って。でも髪切るのはいいんですけど、そのキュービーハウスってあの映像流れてるんですよね。 あの自分が座った下の膝辺りのところに流れてるんですけどあのその時にこう「10分はいい,い,いねと」と嬉しいあの時間だねみたいな「10分で QB ハウス噛み切れる」って両親の,あの似顔絵を描くまでの10分あの日々にはなんか10分嬉しい10分が。

爽快ですよねバシバシ切ってくれますからねもう思い切って、うん、ざっくりざっくり切ってくれますからあの気持ちいいですし切った紙をこうなんでしょう床にこの横向きの掃除機みたいなのがあってそこにシュッてこう吸い込まれていくんですけどそれ見てても爽快ですよねであれはどこに行くんだろうな思いながら昔はね,ねちっちゃい頃小学生の時のあのお風呂とかキッチンの水はこう海に流れていくから油を 流しちゃダメだぞ的なやつでまあ終わっ,て終わった後とにこうなんかこうバッパッと体払ってくれてでそれでこうおしぼりを渡されるんですよこれちょっと拭いてくださいねみたいな。であのやっぱりキュービーハウスいいところがあのやっぱりこう汚れた毛というか紙ってもうすごいつくじゃないですかあれをもう逃さないぞと。逃さないためにこれだジャジャーンって出てくるのが箒つき,きの掃除機みたいなやつなんですよ。うん、それを こうやるとあの髪の毛をもう物理的に吸い取ってくれるんでもう帰り道も全然もう髪が残らないぞって。 っていう感じなんですよねでそれでやって,ってなんかそうおしぼりでっていうふうに渡してくれたんですけどあのでそれでおしぼり顔拭いてでそれでまあちょっとまあ細かい毛残ってるのかなっていうぐらいでパパって頭拭いたらめちゃめちゃ残ってるんですよちっちゃい毛いやもうさっきの掃除機何だったんだよみたいなもう掃除機って耳めっちゃ吸いますからねあの髪ぶわーってうるさいですしさっきのじゃりじゃりの時間何だったんだよみたいなでけえ毛しか取れてねえじゃんとかそちっちゃい毛を取れなきゃいけないじゃないですか。 本来だってちっちゃい毛がチクチクするんだから刺さってねうん全然ちっちゃい毛取れてないじゃんと思ってもうそれがもうなんかう嫌だったってもうすぐ帰ってきてシャワー浴びてっていう感じだったんですけどまあまあいいかと思いながらうんでそれで帰り道バーって行ってたらあそこすごいっすねあの皆さん知ってますかね新宿駅の,あの西武新宿線のところにあの街灯のでっかい テレビビというか,なんかこうビジョンがあるんですよそれユニカビジョンって言うんですけどあの今日あれがやってましたシャイニー韓流ですよね多分ねシャイニーシャイニーのユニカビジョンをやっててもうだから新しい DVD かシングルかとか何かいろいろあるんですけどそれ見るだけですよ、うん、見るだけそ外で寒いところで見るだけなんですけどもういっぱいになってて。 なんかもうそこだけじゃ収まりきらない感じになっててあのもうどこまでもなんだろうもう人が溢れててもう入らなくなってて横断歩道のところがいいいいっっっぱぱになってましたよ、うん、駅前だけじゃなくて横,断横にも横断歩道があったりするんですけどそのところまでいやもう人溢れててわすごい人気だなと思って。 外寒いいぞと思いながらもう僕今日ちょっと半袖で出ちゃったんでめちゃめちゃ寒かったんですけどみんなも長袖着ましたよね <laughs> もう半袖寒いな思いながら帰りましたけどねだからやっぱああいうのってまあ求められてますよね半流だったりっていうのはうい,いやねだからもうそうっすよだからもう腹立ったなと思ってライブ出て若い女の子全然ウケなくてうん。 で髪切りに行けばチクチクするしなんだよと思いながら見てたらそこにはいないのに DVD の映像を流してるシャイニーはもう若い女の子たちにキャーキャー言われててふげんなよと思いながらこのさ何だろうと思って遺伝書に憎むよねもう, <laughs> もうこの遺伝子を憎む将棋の駒みたいなね。 あもうタイルもう顔タイルですからねもうそれを憎むな思いながらもうちもうちちちち言いながら帰りましてもう寒いしとっとと帰らなきゃなと思ったらでもいいわと思ってダーとまっすぐ家まで帰ったらよう考えたらもうまた忘れ物ですわもう。 肉買って帰るの忘れてて大体僕自炊なんですけどひき肉なんですよ安いからそれをまた忘れてスーパーで買って帰るのもうまた忘れたわ思いながら <laughs> 最悪と思ってもう何なんだろうと思ってもう口パッ口パッになっちゃいますけどそんなんだったんですよねまあそんな一日ですよ。 あこの3日間、今言ったら賞味もう2日間ぐらいですからね、月曜日で、今日火曜日でしょ、水曜日、水曜日、明けてでやってるだけですから、話題もないですわ。まあ、でも、もう、水金ぐらいにもう、あ、水金に上げます、水曜日、金曜日、あ水曜日、金曜日、えー、どうしようかな、水曜日、金曜日、どうがいいんだろう、水、水、水曜日、平日に上げたほうがいいよな、サラリーマンの人にね。うん やっぱ水曜日、金曜曜曜日日日だな、うん、いや水曜日い水曜日月曜日だな、うん。月水にあげていこう、うん。土日にあったことを月曜日で喋りね水曜日はもう、なんかもう、頑張ると。なんかもう、絞り出すということですわ。うん、もう、何もなくても喋ってるよね、聞いてくれますか、どなたがね。まあ、ラジオってそういうもんですしね。まあ、しかし、ラジオなんだかんだ言いながらも、もう、すごいですね。やっぱ面白いですね、あの方。 あ,のあ,のある人にこう勧めてもらったんでずっと聞いてるんですけど TBS ラジオクラウドっていうのがありましてラジオをこう後から追っかけて聴けるんですけど神田松之丞さんね 面白いですね講談師の神田松之さんこの間演芸にも出てまして僕も見かけしたのはあのー、古舘一郎さんの「あのトーキングフルーツ」に「古舘さんの本名が「古舘」っていうあの名字なんであのそれのくだりで出てたんですけどまあいいですねすごい語り口も滑らかでらっしゃいますしでそれで「神田松之丞さんのチケット取ろうと思ったんですけども寝てて取るの忘れてた」と「ザザザザザン」ということですね。 あれぐらいのしゃべりなもう僕とほぼ同い年ですからねすごいですよね34で若手の方は2つ目の方でねすごいですわうん一回どっかで講談なんかも見に行ってみたいもんですねどうですかねではそうあともうメールアドレスも決まりましてあべたえるメールアットマーク Gmail.com というところで ABETILE m.a.il. アベタイルメール。atomacgmail.com ということで、まあもうラジオにメール来なかったんで、ラジオのタイトル名は決めちゃいましたということで、ファントンバイブレーションシンドロームということでね、2回目もうそろそろ終わりに近づいておりますけれども、ね、どうしましょうね。まあ30分間ですね、喋りたいんですけども、なかなか話題もあるかないかというと、まあドラマの話題と、あとはもう、あれですね、 戦カはビーチ部に私ね4月21日土曜日はありますんでねメールなんかあツイッターとかで言っていただいたらぜひぜひもう月に1回それだけ聞いてほしいなっていうところも,もちろんありますけどもその千火に身を千火、えー、に構えますと千火に拠点を置きますソニー芸人たちなんですけども千カビーチ部の近くにあのビッグ築地っていうお店あるんですよ。こう市場みたいなな感じのスーパーパんですけど ま置いてるもんがめちゃくちゃいいんですよ。うん、是非千川にね。あのお越しの際にはあそこ日曜日は休みなんですけど、土曜日にやってる？都内で土曜日とかにやってる？ああいう魚新鮮なお魚とかが買えるところって。御徒町のあの,あのお店とあとはビッグ築地だけなんですよ。うん。御徒町もね。いいですよ。御徒町のところ刺身を買いに行ったら切ってくれるんですよ。 めちゃくちゃいいんで、そこね、行ってみたらいいと思います。あの、吉池だったか、今吉だったかは分かんないんですけど、もうそこ、ビル自体がもう、本、本、御徒町はもう、すごい本気で、駅前にあるんですけど、もう、地下とかに行くと、日本酒とか置いてますし、で、上の方行った食堂もありますし、結構人でいっぱいなんで、ぜひ、あの、上野だったりですね、歩いていけますんで、御徒町行った際には、もうそこで、刺身のブロック買って、切ってもらっていいかって、醤油かけたら、うまいですよ。もう、寝る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 ですよ、もう。あの、 寝れば寝るほどみたいな感じでもうそこのもう刺身のブロックを買って、えー、もう切ってもらって醤油をつけてうまいっててててですよ <laughs> ほんまにでそれと双壁をなす都内でのところがビッグ築地なんですけどこの間土曜日行きまして寝た店があるんですけど土曜日に行きましてもううまかったですねまあ魚は買わなかったんですけど <laughs> で肉とか置いてるんですよそこ肉の豚バラもおいしくて安いんですよで玉ねぎもなんかでかいのが4玉で200円とかでだからもう全然いいじゃんこんなんでと思うんですけど、まあ、まあ唯一難点はやっぱりなかなかねあの戦火から買って持って帰るっていうのがちょっとね僕はあの抵抗があるというかまあ長時間なんでそれだけは大変なんですけどまあそれもなんかいろいろあるんですけど魚を買わずに何を買ったかってその中でなんか辛い タレみたいなのがあってあこれはもう完全にお礼用じゃないかみたいなのを買ったんですけどまあこれもうまくて、うん、結構業務用のやつみたいなのがあるんですけどあれうまいっすね、うん、それを一本使い切った今度はねあの淡々ごま鍋の素をちょっと買って帰ろうかなというふうに思います、うん、ねということでまあ ある程度喋りまして、まあ、ちょっと短めなんですけども、やっぱりこうラジオ聞いてて思うんですけど、やっぱ短めコンスタントなのがいいかなと思いましてね、うん、25分から30分ぐらい喋ってっていうことで思いますので、まあぜひ、えー、また聞いていただければと思います。喋る時が喋ることがないときには喋、えー、る必要ないかなということだと思いますので、えー、細く長くが えー、モッーでございますので、えー、またお聞きいただければと思います。メールもね是非だければすごく嬉しいので是非是非あれなんですね「まあ、どしどし」っていう言葉はもう手紙の時しか使わないらしいですね。うんまあ、ということなんで、まあ、今日もね是非。えーぜひあのー もう終わりますけれども、また聞いていただければと思います。であのお相手はベタエルでございました。はい、また、えー、金曜日ぐらいですね、週に2回あげてきますのでお願いします。ぜひシグナル、えー、見てその感想も聞かせてください。はい、では。 ありがとうございいままししたた失礼いたしますでもあれだよな水曜日に、えー、今日あげて金曜日にあげるのしんどいからやっぱ月水だな。うん、じゃ月曜日にまたお会いしましょう。さようなら。